佐野常民と三重海軍所跡の歴史館で、今日地元の小学生がガイドに挑戦し、佐賀の偉人や偉業を訪れた人たちに説明しました。大隈重信さんは何でも一生懸命に取り組む真面目で優しい人だったと言っています。佐賀市川添町の佐野常民と三重海軍所跡の歴史館でガイドを務めたのは中川添小学校の6年生9人です。児童は3つのグループに分かれ、歴史館を訪れたおよそ150人に対し、佐野常民の人となりや三重海軍所跡について説明していました。佐野先生のことを語った人たちの言葉とかを紹介する。自分が知らないことがいっぱいあったので、なんか勉強になりました。子どもガイドの取り組みは、児童に地元の歴史や偉人への理解を深めてもらおうと、佐賀市がおよそ20年前から行っています。